お前が後手だ。二段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、三間飛車よろしくお願いします。ということで10分将棋やっていきたいと思います。よろしくお願いします。三間飛車ね、振り飛車ね、角道塞がれたな。左側で行くか、久しぶりですね。うん、ということで今日は、まあ、10分将棋ということは雑談将棋なんですけど、今日は何の日か皆さん分かりますか？今日は何の日かというと、実はあのゴリラ公園チャンネル2周年記念日なんです。はい、ありがとうございます。皆さんのおかげで2年間続けることができました。ありがとうございます。いやー、2年ですか。こんなに長く続けられるとは思ってなかったですね。そうなんです。最初の1年はパンツを脱ぐでね、無双してましたけど、なんかあの視聴回数がね、1桁だったこともありましたね、そういえば。で、まあ、12月の11日に初投稿しているかっていうのをちょっと確認しに、その一番最初の動画を見に行ったんですけども、ものすごくボソボソ喋ってますね。多分緊張と将棋を指すことと話をすることで、まあ、いっぱいいっぱいな様子が伺えますね。2年目に入ってからね、エフェクトを集めるのが楽しくて、いろんな戦法を指したりしましたね。パンツを脱ぐ、そうそう、結構ね、コレクター気質というか、なんというか、その集めたくなってしまうんですよね。僕ゲームではあの RPG をよくやるんですけども、その全アイテムを集めたりとか、まあ、レベルをマックスにして眺めるのが結構好きだったりするので、こういうコレクション要素っていうのは結構ハマってしまいますね。で、まあ、4月になって途中ね、休止したりもしましたが、7月には復帰させていただきました。まあ、この3ヶ月間は結構ね、ただただ生きることに必死で、もうね、仕事と家の往復っていう感じでしたけど、で、まあ、8月に、そのね、坂田流向かい飛車を組んだ時に、ちょっとキモキモキンの動きにしたらどうなるんかなっていう、そういう発想からゴリゴリ金を開発させていただきました。このゴリゴリ金がね、なかなかこう初見殺し要素が高くて、結構ね、いろんな方に指していただいております。で、紹介とかもね、いろんなところでにあのしていただいている次第でございます。本当にありがとうございます。でね、まあ、昇級報告だったり昇段報告だったり、そういうのをね、聞くたびにすごい嬉しいですよね。で、局面やばくないですか？ちょっとまあ、橋ついとこうかな。玉頭から行く気満々な気持ちを前面に押し出す。何これ、相手やることないやつ？これ何、あー、やることないんかな。多分やることないですね。あー、やることないらしいわ。どっから行くかって聞かれたら、どっから行こうかな。角こっち行っとくか。難しいですね。まあ、話戻るんですけど、その最近ね、チャンネル登録者数2000人を超えるという嬉しい限りの状態で、まあ、3年目に突入させていただいたんですけども、ちょっとここで告知、あの今週の金曜日9時から10時ぐらいから、まあ、9時半ぐらいかな、ちょっとわかんないですけど、それぐらいからあの2周年記念ライブを執り行いたいと思います。
で多分2時間ぐらいかなと思ってるんで、まあちょっとあの日程の調節をね、皆さん日程の調節のほどをよろしくお願いしますというところで、で内容とかは全然何も決まってません。うん、内容は決まってないので、ちょっとコメントとかでね希望を募ってみようかなとも思いますので、ちょっとこの動画にコメントをなんかコメント煽ってる人みたいになっちゃうな。まああのコメントとかね気軽にいただけたらなと思うので、なんかこういうことをやってくださいよっていうのがあったら、ぜひ7分コメントをよろしくお願いしますということですね。うん、これどうするんかな、強者狙ってみる。ちょっと相手からも飛車打たれるのちょっと尺ですね。ゲーマピョンか、これもう行くか、行っちゃうか、ピョンピョン。うん、で希望はまあ全部通るかわからないんですけど、まあ何かしますんで、チャンネル登録がねお済みでない方はあのチャンネル登録をしてお待ちいただければと思いますので、よろしくお願いします。うん、まあ、もし何も希望が出なければ、将棋クラブ24配信をあの音が BGM がない中お酒を飲みながらでも、まあ、まったりしようかなと思いますんでなんか2周年記念なのにすごい静かな放送みたいなそういう矛盾大好きですで、そうですね、3年目に突入したので、そうですね、目標とか、そうですね、まあこれやりたいなとか、あれやったら面白いだろうなとか、やりたい構想はいっぱい持ってるんですけど、まあ、なかなか日々の時間が取れないので、そのままその構想だけで屋内入りになってるものも多いので、ちょっと3年目はその構想を形にすることを目標に、皆さんにこれからも楽しんでいただけるよう精進してまいりたいと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。うん、ねえ、いろんなことやりたいんですけどね、なんかその1日動画作りができるっていう日があんまりなくって、こう寝る前に編集して動画投稿してみたいな、そんな感じの生活をずっと続けておりますと。うん、なんでね、なんかこうそういうのをちょっとずつ形にできればいいかなと思っております。これは桂馬で取る、角で取っちゃうか。あー、なんか飛車の位置が悪い気がするどうするこれ。強者打ち、違うな、桂馬取って同銀同角成の後にその強者を打たれるんですね。で全額差しみたいな感じになっちゃうんで、でもその強者パックッと取ってしまって歩打ちとか、いやないか、歩打ちとかもないか、なんかないんですかね、これなんかありそうですけどね。あ、分かった、歩打ちだ、歩打ちして、歩打ちしまして、これ攻めの局面で音楽変わったんでこっち有利ですよ絶対こっち有利なはずですよちょっと頑張ろう頑張ろう。強者打ち、強者打ちは5分、強者打ちはどうなる、強者打ちでいいんじゃない、いい気がしてきた。
あ、桂馬とか打たれる。香車とか桂馬打たれるか。あ、微妙だったか。微妙だったかもしれん。微妙だったかな。9四歩？あ、9四歩がちょっと嫌ですね。桂馬取る。同銀。いや、いけるんじゃないか。行こう。待って。いけるかな。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと落ち着こう。時間あるから。時間あるから落ち着こう。角切る。同玉。桂馬打つ。玉引いたとしたら、香車走ればいい。で、金寄ったりする？あ、金寄りか、微妙か。なんか、ミスったか？ミスったのか？いやー、でも行くしかないな。いやー、これ攻め切れたら負ける。攻め切れたら負ける。じゃ、頑張ろう。あとは気合ですね。あとは気合でなんとかするしかない。これは一応詰めろではありますと。詰めろではあるんですけど、ちょっと微妙な詰めろですね。金寄りとか気になるんですけど、あ、でも金寄りはありか。金寄りは香車なって、で、玉寄りに対してその香車なり香を寄る。で、同玉に対して金を取れるんで、それでいいんじゃないか。その未来が、その未来になってしまったな。これで、金を取っといてどうなんですかっていう感じにしといて、どうなんですかね。これ一応詰めろっぽいですよね。詰めろだと思うんですよね、さすがに。あ、でも香車打ちとかあるんかな。香車打ちどうする。あ、歩打ち。歩打ちはまあ取るしかないよね。取る。で、これ同銀は？同銀は詰みますか、相手が。同銀相手詰みますか。同銀詰むかな。竜入る。合駒。銀打つ。左下に行かれる。打つ。寄ると玉、三分。竜入って詰み。取ると金を打ちまして打ち。あ、いけるんじゃないか。金で取ろう。来いよ。なんかいける気がしました。これで王手できないから多分もう金取るしかないんですよね。竜で。で、その時に竜寄りして詰ましに行けると思うんですよね。済ませれると思うよ、これ。多分ですよ。ちなみにですか。ちなみに多分ですよ。相手が守ってきたら、あ、これはまあ竜入って。これ詰みなんじゃないかなと思うんですけどね、銀って。で、左下ですよね。左下のに対して歩を打って玉寄ったら竜入ればいいんで、まあ、桂馬取るか歩取るかなんですけど、まあ、その手に対しては銀上がって詰みなんじゃないかな。これで詰みじゃない。竜入っといて詰みですね。
おっしゃ勝ちました。見事じゃ。よっしゃ、まるで左側のパンツ久しぶりに脱いだわ。若い頃のようじゃ。ということで2周年記念金曜日お待ちしておりますんでよろしくお願いします。3年目もよろしくお願いします。それではありがとうございました。